F1 オランダ GP の予選では、マクラーレンのランド・ノリスが驚異的な速さを見せ、ホールポジションを獲得した。レッドブルのマックス・フェルスタッペンは、フロントロー2番手を獲得したものの、ノリスに0.3秒以上の差をつけられており、意気消沈しているが、レッドブルのモータースポーツアドバイザーであるヘルムート・マルコ博士は、グランプリ初日の後に行ったセットアップ変更が、 決勝で功を奏するるはずだと考えているフェルスタッペンは予選 Q3 の最終アタックそのターン12で若干挙動を乱したことで勢いをそがれノリスに大差をつけられたただ初日 FP2 でのロングランではミディアムタイヤではノリスの方が圧倒的に優れていたものの逆にソフトタイヤではフェルスタッペンが最速であるように見えた実際決勝レースの気温や路面温度が高くならなければ ソフトタイヤの出番も十分にあるはずだ。そしてマルコ博士は、レッドブルが所有するテレビ局、サーバス TV に出演した際、FP2 の後に施したセットアップ変更が、マシンに好影響を与えているはずだと、決勝に向けて自信を見せた。やや不安定だったプラクティスの後、我々は正しい方向に進んだと思う、マルコ博士はそう語った。 フェルスタッペンの予選 Q3 最終アタックのターン12までは非常に良さそうだった。しかし彼はそこで0.15秒か0.2秒を失ったので、このコースでは比較的大きなギャップが生まれた。しかしマシンは全体的に落ち着いている。そしてそれはまた、レースでタイヤの摩耗が良くなることを意味しているはずだ。少なくとも我々はマクラーレン勢の間に分け入った。完全ではないにしても、 満足できる結果だしかし等のフェルスタッペンはノリスとの差の大きさに落胆している。フェルスタッペンは決勝で全力を尽くすとしながらもノリスを倒すことは現実的ではないと語る。もちろん予選で0.3秒以上遅れている場合、現実的にならなければいけないと思う。明日は良いレースをするように努力するだけだ。